アメリカの定番家庭料理、スロッピージョーズって聞いたことある？バーガーに似てるけど、実はサンドイッチ？まあどっちかにしても、めっちゃ美味しい。これは本当のアメリカの家庭料理です。スロッピージョーのオリジナルレシピを誰が考えたか、はっきり知られてないんだけど、アメリカの中西部から来たって言われてます。学校で昼食としてよく出てくる料理。肉がソースと混ざってて、ちょっとルースな感じのハンバーガーみたいだけど、バーガーよりもサンドイッチ作り方もすっごい簡単だし、めちゃくちゃ美味しい。これを作るの絶対普段考えないと思うけど、本当に美味しいから、ぜひ作ってみてほしい。Alright, let's get to the cooking.今回必要な材料はパン、牛ひき肉、玉ねぎ、ピーマン、ケチャップ、イエローマスタード、ウスターソース、オリーブオイル、ブラウンシュガー、ガーリックパウダー、ミックスチーズ、バター、塩とコショウ、水。ふう。今日は黒と黒になる。 OK、 まずは玉ねぎを切る。大きめのみじん切りにする。次はピーマン。この中の種はいらないので、これを捨てる。一回線に切ってから細かく切る。はい、野菜の準備はもうできた。スーパーで今日バーガーのパン、バーガーのロール、バーガーバンズがなかったので、代わりにこのちっちゃいミニフランスパンを使う。これでちょっとミニのスロッピージョーのバージョンを作る。It's almost like sliders, I guess. パンを横に切る。フライパンを中火にかけてオリーブオイルを入れる。十分熱くなったら玉ねぎを加える。玉ねぎが柔らかくなってきたらピーマンを入れる。2、3分炒めて片側に移動させる。次はひき肉を入れる。焼き色がつくまで 4、5分焼く。肉汁が多く出る場合はキッチンペーパーを使って少し吸い取る。よく混ぜてケチャップを加える。結構な量を入れる。次はマスタードを加える。ガーリックパウダー、ブラウンシュガー、ウスターソース。よく混ぜて少し水を入れる。最後に塩とコショウを加えて弱火にして8分から10分煮込む。その間に別のフライパンを中火にかけてバターを溶かして切り口を下にしてパンをトーストする。スロッピージョーを組み立てる。パンにたっぷり肉を入れて、その上にチーズをかける。完成です。スロッピージョーはポテトフライとぴったり合う。見てください、この素晴らしさ。いただきます。うまい。ちょっと甘くてピリッとしてて、ハンバーガーと全然違う。
幸せ。で、これは僕のスイートポテトフライのレシピなので、いっぱい油使って揚げなくていい、もっとヘルシーなポテトフライ。作り方を知りたかったら別のビデオを見てください。 That was Sloppy Joe's。 本当に美味しいから皆さん作ってみてください。もっとこういうレシピを見たかったら Hungry Husky のチャンネルに登録してください。あといいねとコメントも忘れないでね。 I'm gonna go eat the rest of this. I'll see you in the next video.